関東の掟じゃ他流試合は相手が死ぬまでやり続けんだってな。兄じゃ私が立ち会う以上それは許さぬ。構わんな、ラオ。好きにしろ。だが敵に過ぎた情はいらぬ。ケンシロウ、特にお前はな。わかるか、ケンシロウ。おめえだけが半人前だって言われたんだよ。でも勝ちゃいいんだ。なんだと？俺もケンシロウと同じ格下組なのか。気に入らねえ、気に入らねえ、気に入らねえ。どいつもこいつもぶちのめしてやるわ。何より優れた弟なんぞいねえんだ、ケンシロウ。貴様と俺の格の違いを見せてやる。これから貴様に生き地獄を味わわせてやる。風の中に真空を走らせる。おい、俺の名を言ってみよう。剣を握るのは北斗にあらず。行くぞ。貴様らまとめて地獄へ突き落としてやる。
つかおうが勝ち残りや。Come on.
何使おうが勝ち残りや。ありえんのだ。ケンシロウ、どこにいる？俺と勝負しろ。この俺様はまさにエリート中のエリートだ。伝承者の座はこの俺様がもらった。シンはずっと怖い目であなたを見てた。私とても心配だったの。シンはな、ユリアを自分のものにしようとしてたんだよ。バカな、おめえは本当にアマちゃんだな、ケンシロウ。なぜ奴にとどめを刺さなかった？あの様子じゃ奴はこの先何をしでかすかわかんねえ。そうやってイチャついていられんのも今のうちだ。
いたい憲法家が愛だの女だのくだらねえ。まったくてめえは伝承者候補失格だな。ジャギ、やってられねえな。おい、いつもこうだぜ。ケンシロウはいい子で俺は悪、いつもこう。俺は何をやっても怒られる、ケンシロウは何やっても許される、愛される。いいよな、みんなに可愛がってもらえるケンシロウはよ。